うわー、すげえ濁ってるよ。あれ、どうも、何やってんの、こんなとこで。ソーダ、ソーダ、ソーダ回ってきた、うん、シーラ、はい、シーラ、何やってんの何これ、これカゴだよね、円筒カゴ釣りで。何この竿立てまで立てて、なんか今日はみんな二人で、なんかここって海、海あ、そう、水、湖湖ね。あー、なんかねえ、そっか、濁っててね、こんなに。なんだか、うん、もう濁っててほら、あれだよ。うわ、そこ何あれ、カメカメ池、ゴミためだよ、ゴミが入っちゃったんだ。見てください、これがカメカメ池です。こんななっちゃったよ、なんかゴミためになっちゃったね。ゴミがみんなここに集まっちゃったんだね。いや、今日なんか釣ろうかな、釣れるかなと思って、ちょっとは済んだかなと思ったけど、ダメだね、やっぱ雨が続いたからね。昨日もまたほら夕立ちがすごかったから、うちの方停電もしたし。停電しました。停電した、うちの方はちょっとだけだけど。水大丈夫でした？水は大丈夫だった、うちは。ああ、大丈夫だった。すぐとも、復旧したから。なんかこの前来た時はね、向こう側でね、釣ったらね、ワカサギが1匹だけ釣れたんだよ。だから今日ワカサギが釣れるかなと思って、ちょっと来てみようかなと思ったけど、ダメだな、これじゃな。なんか、何かを狙ってって言っても、こんな濁ってんの、思ったより濁ってんな。ずっとこんな感じ？水が戻ったと思ったらすまないんだ。泥濁りですね、下も抜かないんで。ああ、そうだね、これはまあ泥の濁りだよね、雨によるね、泥のね、上流で。上流も結構濁ってますよ、だから。ああ、だからそう、この前来た時も濁ってたから、向こう側の流れ込みのとこだったらちょっと済んでんだろうと思って、あそこは及川とかがほら、一応寄ってたけど、そうか、これはね、なかなか状況が良くないです。まあ良くないけどな、しょうがねえ。どこかこの辺りの岸辺でだな、何かを狙ってみますか。全然当たりがない。さすがにね、こんだけ泥濁りがきついと餌を見つけてもらえないかね。まあ、魚はいるんだと思うんだけどね、当たりが全然ねえよ。仕方がねえ。じゃあね、ちょっと下流のゴミがな、いっぱい溜まってたけど、流れ込みのある場所でも行ってみますか。なんかな、ゴミがいっぱいあったのがちょっと気になるんだけど。ここな、この辺り、ほら、ゴミがいっぱい流れ着いてるよ。じゃあね、あまり気乗りはしないけど、次は餌をだな、このドバミ水に変えて、匂いが出る餌にしてやってみましょう。そら、匂いが出れば食ってくんだろう。食ってくるやつは大体分かってんだけどね、もう、2がつくやつだよ、2がつく。お、なんか持ってった、そら合わせ、あ、なんだ、小さいな、今の、鋭い持ってき方、及川か、早か、早だな、きっとな。なんかがでもいるな。まあこんな濁ってる水の中でも餌を食ってくるやつはいると。まあドバミミズはね、結構匂いが出るからな。なんかほら、あ、当たりがあるか、なんか当たってんのかな、なんか持ってってるような気がする。なんかが、なんだかな、2のつくやつじゃねえのか。私の友人、
私の友人にして時として農家の使者にもなるという。今日はな、友人だからよ、こういう厳しい状況の時にはだな、ぜひとも友達に助けてもらいたいと、そういうことでな、私は友人が釣れたら持ち帰って食ってやる、こういうね考えなんですよ。お、なんかが持ってった持ってった、なんか持ってってんじゃねえか、お、持ってってる持ってってる、なんだなんだなんだ、合わせるぞ、せーの、そら合わせ、わ、釣れた、釣れました、ほら釣れたよ、なんだよお前は、お、身がつくやつじゃない、これは歯がつくやつか、ん、なんだお前は、あ、身がつくやつだよ、身がつくやつ、それも小さい、なにこれ、お前みたいな小さいやつはいらねえよ、もうちょっとでかいのでお願いします、さよなら。お、またなんか持ってってる、合わせるぞこの野郎、あっ、釣れた釣れた、釣れました、ほら今度は小さい、あー、また小さい、なんだこれ、はや、せーの、そらーっと、バーン、濁いだ濁いだ、濁いの微妙なサイズ、なんだよお前、はい、今日持ち帰った犠牲者はこの濁い一匹です、それもほらこんなちっこいの、20センチぐらいしかないよ、これ一匹しか持ち帰れませんでした、だってさ、これの他に釣れたのはもっとちっちゃい濁い一匹だからな、あれは逃がしてこいつを犠牲にしました。それでな、今日の料理コーナーは何を作るかというとだな、こいつをだな、これを使って、これだよ、え、ぬか、ぬかだぞ、ぬか味噌漬けを作るぬかだよ、それも補充用のぬかな、でな、それもさらにほら見てくれ、蓋が開いてんの、封がもう切ってあんだよ、これ怪しいでしょ、うちにあるのはいつも怪しいもんばっか、でな、こう裏を見るとだな、賞味期限がこれだよ、見てくれよ、15年4月17日、ねえ、正統派の怪しい米ぬかだよこれ、なんでって感じだよ、だって今日はさ17年の8月の中旬だからな、怪しいでしょ、ちょっと前に賞味期限が切れたって感じなんだけどね、でな、ぬかっていうのはさ、ほらこう封を切っちゃうとさ、中に虫が湧くんだよ、でな、このぬかもご多分に漏れず虫は湧いてます、うっ、湧いてるよ、でな、なんでこんなぬかがあんのっていうとね、これね、実はね、今から2年前の春にだな、タケノコ掘りをして、そのタケノコのアク抜きをしようと思ってこのぬかを買ったんだけどよ、買い間違えちゃってな、これ補充用のぬかっていうのは裏見るとね、塩が入ってんだな、塩が、でさ、使えねえなーってことで、そのままな、封を開けたんだけど、また輪ゴムで封をしてずーっと寝かしといたの、これを使ってだな、こいつをぬか味噌漬けにしてみようじゃないの、ってなわけでな、そうと決まったら、にごいくんは鱗を取って、その後頭と内臓を取り去って、そして三枚おろしにしてあばら骨をすき取って、骨切りをして材料としようじゃないの、じゃあな、早速その作業を私がやってみせるから、皆さんは見ているように。
はい、こんな感じで骨切りまでが完了しました。このようにね、ほら、皮をつけた状態で骨切りするとね、身がバラバラにならないで、こう素人が骨切りしてもうまく骨切りすることができます。ちなみにね、ニゴイの皮っていうのは全然臭くないんで、このように皮をつけたまま調理しても大丈夫です。そうしたらですね、次はですね、このようなね、適当な入れ物にですね、この怪しいぬかをな、こうドーッと入れて、適当量の水を加えて、これをよくこねましょう。どうかな、まあこんなもんでいいんじゃないかな。ね、硬さとしてはですね、そうだな、健康な人のうんこぐらいの硬さでちょうどいいんじゃないの。そうしたら適当な大きさのこういうビニール袋を用意します。それでこの先ほどさばいたニゴイ、これはですね、この身の方をね、こうね、中にして、こう皮を外にして、こういうふうにね、くっつけます。そしてこの周りにこのさっきこねたぬか、これをね、ペタペタとくっつけていきます。まあ要するにこんな感じね、ほら、こういう風にぬかが周りにくっついてて中にニゴイが入ってんの。なんかこういう楕円形の、なんて言うんだろう、おむすびっていうのかね、中にニゴイの具の入ったおむすびみたいのを作るんですよ。ほいでね、なんで皮目を外にして身の方をね、こうくっつけちゃったかっていうとね、身の方にもね、このぬかがくっつくとね、なんかね、しょっぱくなりすぎちゃうような気がしてね、それで皮の方にだけぬかが接触するようにと思って、今回はこのような形にしました。そしてこれを先ほど用意したこのビニール袋、これに入れてね、そして中の空気を抜いて口をぎっちり縛ります。こういうことですね。これでですね、こいつを冷蔵庫の中で適当な時間寝かせればいいわけなんですけどね、そこで見てください、こちらでございます。これは2週間寝かせたものでございます。なんかすごいよ、ほらね、もう出来上がってんだよ、こういうふうにここまで。なんかさ、テレビの料理番組みたいね。テレビの料理番組ってこういうのあんじゃんね。こういう風にさ、ほら、もう出来上がってんのが途中から出てくんの、すごいだろうな。2週間前からこの日のために用意しといたんだよ、やったぜ。じゃあな、こっから先は2週間前のやつにバトンタッチしましょう。それでこちらの今作ったやつはここにこう入れてな、で冷蔵庫の中に入れます。じゃあね、このバトンタッチされた2週間前のやつ、こいつのな、この封を切ってたな、ね、で中身出してみましょう。はい、出しましたね。なんかさ、ちょっとでかくなったでしょ。そうなんですよ、2週間前に釣れたニゴイは今日のよりね、全然大きかったの。じゃあな、これのな、このぬかをだな、こう取り去ってみましょうね。ほら、おー、出てきた、中からほら出てきたよ。おー、腐ってねえか、なんか見た目は腐ってないような気がする、気が腐ってんのかな。え、おいおいおい、じゃあこれさ、ぬかをあらかた取り去ったら水で洗ってみましょう。はい、こんな感じで軽く洗ってぬかを洗い流しました。これほらね、裏こんななってんの、結構さ、腐ってはないよ、匂いもね、全然腐ってる匂いじゃない。それにこの濁りすごいでかいじゃん。これ思い出したよ、これさ、50何センチってやつの濁りの半身だよ。半身はね、なんかこの前料理コーナーでもってさ、他の料理にしたけど、残りの半身をこれにしといたんだ。そうだよ、じゃあな、あとはこれを焦がさないように焼けば出来上がりだよ。はい、できました、これでございます。見てくれよ、すごいボリューム。だってさ、あの濁りでかかったもんな。でもね、うまそうに焼き上がったんじゃないの。なんか半分はさ、こう皮目を出してみたんだけど、結構濁いとは思えないような綺麗な皮目で焼き上がったよ。これが濁いって感じでしょ。それでは早速食ってみましょう。ねえ、うまそうだよこれ。どっちからいく、こっち、それともこっち。まあ一応こっちの腹身の方っていうかさ、この腹のついてる方っていうの、こっちから行くか。この辺な、この辺行ってみようでないの。骨切りしてあるからさ、もうね、食えるはずなんだよ、骨なんかないはず。じゃあここほら、ボロ、行きます。え、何何何何何何、
マジ？なになに？これが匂い？マジかよ。おい、匂いってこんなにおいしい魚だったの？いや、これね、マジでうまいよ。なんかね、でもね、ぬかのね、香りというかね、ぬか味噌みたいな、あのぬか。ぬかの香りがね、だいぶね、しますけどね。でもね、うまみがある。すごいうまみあるよ、これ。いやー、いけるよ。今度じゃあこっち行くか。いや、これな、酒の魚に最高だよ。匂いってこういう風にしたら結構うまく食えるんだな。うまいうまい。これはいけるぜ。行きます。うん。最高。な、皮にね、脂が乗ってんの。これはね、多分ね、でっかいからだと思う。今回のこの匂いはでかかったからな。っていうか、2週間前に釣ったやつな。今日作ったのはちっちゃかったから、あれはこんなに多分脂が乗ってないとは思うんだけど、でもね、ぬかにつけるとね、うまみが出るよ。うまい。本当にうまい。多分、濁い以外、いろんな魚、川魚、いろんなもの、まあ、鮎とかでもいいし、ハヤとかでもいいし、なんでもうまくなるんじゃないかな、これ。臭みもないよ。まあ、濁いは臭みないんだけどね、多分、ブラックバスとかで応用しても、美味しいと思う。じゃあな、驚きの、超美味しいぬか漬けの濁いちゃんを食ったとこで、ここらでお酒といきますか。ぬか漬けの焼き魚とくればお酒は日本酒でしょって感じで、今日は見てくれ。ほら、高尾山、これ知ってる？東京で一番有名な山だぞ、高尾山。それも当家のすぐ近くにあんのね。高尾山知ってますか？ Google マップでどこにあるか調べてよ。もしかしたらその横に県探隊本部って書いてあるかもしれぬ。じゃあ今日はこの高尾山はな、冷蔵庫でキンキンに冷やしておいたので、このグラスでな。これ、このグラス知ってるよな。これはオリジナルグラスだよ。それも博士かな。高尾山さんとは全然関係ないんだけど。ではいただきます。やっぱ東京一の山、高尾山と名がつく酒は結構すっきりしてるな。本醸造って書いてあるけどね、割とね、すっきりしたね、水みたいな酒だよ。え？高尾山の清水で作ったのか、これ。え？もう少しコクがあってもいいんじゃねえかなって思うけど、まあそこはしょうがねえな。でもね、今日のぬか漬け、これはね、なかなかね、いけますよ。2週間漬けたっていうのが良かったのかな。それにね、ぬか漬けにするときはね、塩は入れないとダメみたいよ。今回使ったやつは最初から入ってたけどさ、ほら、塩が入ってないぬかっていうのもあるんじゃない。あの場合にはちゃんと塩入れないと、多分魚腐っちゃうんじゃないかな。そう思いますよ。作るときには塩は忘れずに入れてくださいよ。